カオプラウィハーン国立公園は、タイの国立公園の一つ。国立公園は、ムアンシーサケート郡の南9 8キロメートル国道221号線の終点に位置し、11世紀頃、クメール王朝時代の、数多くの遺跡が残っている。コーラーと高原の南縁、赤色の岩街が続く、ドンラック山地にあり、 太陽国、シーサケート県とカンボジアプレアビヒア州の国境に接している。カオプラウィハーン国立公園は、シーサケート県カンタララック郡ウボンラーチャターニーケイナムクン郡ナムユン郡領域内に約130平方キロメートルの面積を持つタイの国立公園。公園南部はカンボジアと接しており、カンタララック郡 タムボンサオートンチャイのモーイデーン岩壁地域から、プラーサーとプラウィハーンへと続く山道がある。1961年国立公園法に基づき、1998年3月20日に国立公園に指定。東北部19番目、全国83番が目の国立公園となった。域内森林は、カオプラウィハーン国立保全森林地域に指定された。 広大な森林地帯であり、シーサケート県とウボンラーチャターニー県の三群に、渡って広がっている。豊かな動植物、水源を有しているため、保護のために、域内への無断侵入、居住は厳禁されている。また域内には、歴史学上重要な古代遺跡も数多く残っている。さらに、カオプラウィハーン国立公園には、 継承地として知られている場所が数多くある。モーイーデーン岩壁展望台、チョーンポイ岩壁展望台、サラトラウ森林地、岩石園、ルーシー洞窟、石切り場、ツインストゥーパー、パーモーイーデーン外科壁面、レリーフ、パーチョーンポイ滝、プーシアンモー展望台、プラーサートドーントゥアン遺跡、そして、プラーサートプラウィハーン遺跡である。 プラーサーとプラウィハーン遺跡は重要な遺跡であり、1962年にハーグの国際司法裁判所によりカンボジア領であると決定された。しかし、プラーサーとプラウィハーンに続く山道、階段は太陽国側に属しており、さらにシーサケートケンパーモーイーデーン地域から登るのが近道となっている。公園の名はカンボジア語、プレアビヒアのタイ語発音に由来している。 モーイデでーン岸壁地域の上部は、プラウサートプラウィハーン寺院遺跡へつながる、タイ側参道に続いている。カンボジアとの関係が安定している平時は、入場料を支払うと、タイ側からの参道の通行が認められる。寺院に行くためには、タイ、カンボジア両サイドからの入場料の支払いが求められるが、カンボジアサイドからビザが求められることはない。カンボジア側は、 寺院遺跡に限り入場ができる。1962年国際司法裁判所によって寺院遺跡のカンボジアへの帰属が決定されたが公園内周辺4.6平方キロメートルの土地の帰属については係争中である。地雷埋設地域には訪問者の安全のために表示がなされている。2008年ユネスコ世界遺産委員会によって遺跡が カンボジアの世界遺産として登録されると、タイ側では反発を強め、タイカンボジアの国境での緊張が高まった。タイとカンボジア両国の専門家による係争地域を含む管理計画合同調査が行われるが、タイ研究者側がカンボジアの調査に受け入れがたい不正確な科学調査であるとして調査団から離脱。独自に報告書をまとめることになった。 公園は、タイとカンボジア国境地帯に広がるドンラック山地の一部であり、おおよそ海抜200メートルから500メートルの高地となっている。ターマーリア川、ターニー川、ターグート川、トゥン川、タエク川、ボーン川などの河川の水源にもなっている。公園は切り立った山地の中にあり、以下の動植物を見ることができる。また多くの野生動物も見ることができ。 主な生息動物は、以下の通り。イノシシ、カニクイザル、ジャワマングース、ビルマのウサギ、クマネズミ、フィンレイソンリス、キタツバイ、インドヒオドシコウモリ、オオコシアカツバメ、ヒタキサンショウクイ、ズグロヒヨドリ、カザリオウチュウ、ムナフムシクイチメドリ、カケス、シャムザラハダヤモリ、サンドストーンゲッコブチトビトカゲ、チンレンプーカオカメエン、タイ、スフィナモルフォース。 ステレータス、スキンクの一種、ベンガルオトカゲ、メクラヘビ、ビルマニシキヘビ、アズキマダラオオガシラ、ヒロクチミズヘビ、ヌマガエル、アジアウキガエル、コップランキート、ババトラフガエル、シロアゴガエル、ヘイモンズヒメガエル、コップオンなど。古生にも多くの魚類が生息しており、プラークラスープチュット、プラータピアントーン、プラーヌワンジャンテート、プラーチョン、ティラピア、プラーズクダーンなどがいる。 モーイーデーン岩壁は直下のカンボジア平原から500メートル以上の高度がある岩壁である。1987年、国境警備の途中の大軍準軍事組織、タハーンプラーンの隊員が岩壁に刻まれたレリーフと彫刻を発見した。地域管理計画によると、図像学に基づくならば、レリーフの制作年代は10世紀頃か。 プラウィハーン遺跡が混流される以前まで遡ることができるという。現在このレリーフは公園の見どころの一つとなっている。レリーフはすでに部分的に風化が進んでいるためゲートと柵で保護している。見学者はゲートから階段を使って下り観察するようになっている。ツインストゥーパツインストゥーパは 赤色砂岩で作られた2基の構築物であり、規模1.93平方メートル、高さ4.2メートル。廉価が型上部構造を持つ。北緯14度24分26秒統計104度44分45秒、北緯14.40722度統計104.74583度。 14.4072204.7458サンプラーサートドーン・トゥアン遺跡は10世紀から11世紀の、屯留されたと見られている、クメール遺跡であり、シーサケット県、カンタララック郡タムボン・ブンマルー・プルムサローン村にある。ナーン、ノムヤイという名の姫にまつわる伝説があり、王に目通りに行く途中、この土地に屯留したと言われている。クンシータキ洞窟は、 プラウィハーン遺跡への参道にほど近いトラウチョスイチの西に位置している三段の滝とその下にある洞窟。この洞窟は内部は人が生活できるほど広く、プラサートプラウィハーンの建設のためにトラウチョスイチの石切り場を監督していた、クンシーが住んでいたという伝承がある。プーラ王の滝はカンタララック郡タムボンサオトンチャイのパノムドンラック野生動物保護区に、 ある子だけであるが、9月から2月まで間、水量が多くなる。ありがとうございます。